皆様こんにちは。国家基本問題研究所の桜井よし子です。瀬尾智子です。今日もよろしくお願いします。今日も本当にいろんなヘビーな話題がたくさん出てきましたね、はいはい、大変勉強になるような、うん、まあ、皆さんに聞いていただきたい話がたくさんありましたね。本当に聞いてほしいよね。聞いてほしい。これからね、この後されますけどね、うん、これを生放送でね、まあ、もし皆さん方に聞いてもらえたらどんなに面白いか、うん、奥が深いか、うん、そしてある意味スリリングで怖い話がいっぱい出てくるわけですね、はいはい、で様々なね、うん、その専門的立場の先生、まあ、例えば細川雅彦先生だったり、うん、西岡篤先生だったり、そのもうリビットなんで話が、うん、結構ありまして、今日は降りた空床の、お話も良かったですね。非常に良かった、はい、織田さんも後でここお話しくださいますけれどもね、はい、私がその中でもこれ結構大事だな、一番というかみんな大事なんだけども大事だなと思ったことはですね、プーチンロシア大統領と中国の国防大臣の李尚福という人がこの前会いました。李尚福がモスクワに行ってプーチンに会ったわけですね、はい、でここに至るまでにいろんな伏線が実はあったんですね。習近平とプーチン大統領が首脳会談をこの前モスクワでしました、はい、その時にすごく気になることを言ってるんです。例えば世界はものすごく大きな地殻変動を起こしていて、まあ、これはある程度言えば民主主義を自認する国とそうでない国なんだけども、民主主義なんていうものは一つの国が決めるようなことではないと、中国には中国の民主主義があるんでみんなそれぞれの形で持ってるんだと言ってアメリカをまず非難した上で、はい、今国際社会にあるこの大きなこの溝といいますかね、それは、まあ、彼らは埋めがたいとは言ってないんですけども、はい、この文脈から見ると共同宣言の文脈から見ると埋めがたいということを言ってる。その上で今起きているこの地殻変動というのは100年か200年かに何百年かに1回の大きな変化だと、この変革を中国とロシアが促進する力になるって言ってるんですね。なるほど。ひどいでしょう。もう言いたい放題ですね、うん、つまりこの変化をやめさせない、中国とロシアはこれをずっと推し進めていくんだ、その先にあるのは中華の価値観が世界の秩序の基本になるのが良いという考え方なんですね。でそこで、まあ、ウクライナ侵略戦争も終わる気配がない、その終わる気配がないのはプーチンが辞める気がない、プーチンが辞めたら自分が殺されてしまうかもしれない、そして中国にとってみるとロシアの敗北は受け入れがたい、なぜならばそれは自分の敗北にもなるから、はい、でそしてこの中国とロシアが一緒に世界を変えるんだ、私たちから見ると悪い方向に変わるわけですね。でそこの延長線上に李尚福とプーチン大統領の会談があったわけです。ここでは具体的に中国がどういう軍事的な援助をすることができるか、戦略的な援助をすることができるかという話が交わされたに違いないんですね、はい、その見返りに、うん、ロシアもね何を与えるかという話をしたはずですよね、うんうん、まあ、軍事技術からするとですね、まあ、潜水艦の静粛性などについてはロシアの方がよほど進んでいるわけですから、こういったものを与えるとかですね、その代わりに中国がもう人民をもう南国大門の監視カメラで監視してどういうふうにコントロールするかという、本当にそういう技術とかを公開しましょうということに加えて、おそらく中国の持てるその軍事アセットというんですか、武器装備を含めての援助の話が出たのではないかということが推測されます。これはもう決してこういうことは明らかな形で表に出てこないんですが、私たちが警戒すべきことは中国はこの戦いを諦める気は絶対にないということと、中国とロシアが力を合わせて、まあ、私たちから見ると何ですかね、まあ、悪魔って言ったらおかしいけども、まあ、悪魔的な、まあ、もう地獄ですよね、うん、留学生が、うん、日本で発言したことで取り締まられるっていうような、うんうん、世界観ですから、うん、我々からちょっと想像がつかない、恐怖ですよね、うん、まあ、このような両国の関係はこれからももっと
固く強くなっていくんだろうと思います。そのことを念頭に置いて私たちはこの国際情勢を見た方が良いと思います。あとは専門家の皆さん方に、ね、いろいろ話してもらいます。本当にいつも国技研を応援してくださってありがとうございます。